じゃあここで問題です。もう急にここで問題です。じゃあ悪い側の一番偉い人、一番力を持った人、もう人類という人類を、人類という人類に対して恨みを持って死んでいった、もう全世界の 人が知ってる、子供でも知ってる有名人は誰でしょう。それがこの敵側の国王っていう名前出てきてる、顔がまだ見えてない人なんですけどね。あ、もうネタバレしてるんですか、それは。いや、ネタバレが出てるかどうかわかんないけど、もう 100% この人しかないじゃんっていう。あ、そうなんですね、うん、はい、誰でしょう。誰も知ってる人なんですか。あの、子供でも知ってます。え子供でも知っていて、全人類を、まあ多分そんなことは本当はないんでしょうけど、まあ全人類を自分が助けたのに、それから裏切られて殺されたみたいな死に方をしている人です。それはもう子供もあれなんですか、悪いやつって認識してるんですか、ちゃんと。いや、そんなことはないんじゃないですか。そんなことはないんですか。悪いなんて多分思ってる人はいないと思います。悪いと思ってないんです、うん、だって別に、うん、悪くないと思うんですよ。ただこの漫画ではそのそっちで人間の世界で自分は人間を助けようと思ったけど全員裏切られたから、こっちの世界ではだったら人間を全部殺して、要はそういうなんかこう、なんかこうちょっとそういうなんか化け物たち的なものを救うみたいな、自分は人間を救おうと思ったのに人間によって裏切られたから、だったらこっちの世界で人間を全部滅ぼして化け物を救ってやるっていう、ものすごい両極端なんですけどね。だいぶ両極端なんですけどね。多分そんなことは思ってはないと思うんですけど、実際の人は。ただ全人類を救おうと思って裏切られたっていう描き方をされてる人です。結構悲惨な死に方してる系の人ですね、さっきの話。悲惨な感じですよね。まあ、ジャンヌ・ダルクとかもそうですからね。大体分かりますね。そうなると。そうですね。誰だろう。千代の富士。千代の富士。なんか千代の富士って聞こえたんですけど。なんすかそれ。どういう。内容の人悪い。悪いですよ、あの人。ちょっと顔が赤くなってますけど。ちなみに千代の富士ではな。のわけないですね。なわけがないですか。うん、違うんです。はい。じゃあ、言ってみていいですか。千代の富士じゃなかったら、じゃあ誰ですかね。じゃあ当ててくれてもいいですよ。はい、はい。イエス・キリストですか。思んない。全体は思んない。全然もしかない。そうです。イエス・キリスト。はい、イエス・キリストです。よかった。よかった。これ外れてた。だいぶ恥ずかしいですよね。イエス・キリストですか。やっぱそうなんですか。なんかまあね、イエス・キリストって一応は人類の原罪を背負って貼り付けにあったっていう形じゃないですか。けど、まあね、要は人類というか、まあ、全然、ね、受け入れてもらえないというか、うん、まあ、悲惨な死に方してるから、だからこの漫画の中では自分は人類を救おうと思って身代わりになったのに、まあ、そんな自分が貼り付けにあって死んでしまった、うん、だからそれだったらそんな救いようのない人間たちは全部殺して、いわゆる魔物だったりとかそういうちょっと化け物的なものを全部救って、一人残らず救って、うん、そいつらの世界を作ってやるみたいな感じで、うん、むちゃくちゃやってきよるんですよね。かなりね、あのこっちが良かったらこっちとか、この差がね、振れ幅がちょっと半端ないんですよ。でもこれってね、あの多くの人が同じことやっちゃうんですよね。例えばそのいい塩梅っていう言い方をすると思うんですけど、うん、いい塩梅ってあのきっちりラインを引くのっていうのは全然良くないんですよ。だって例えばなんとなく、うん、もう絶対的な正解ってないから、その時その時に、まあ、ここかなって、これぐらいはいいかなって、こう様子を見ながら、人間関係でも例えばその初めて会った人にいきなりなんかこう、お前これやっていけないとかズバッっていうのって、うん、もういきなりそこでなんか人間関係が壊れる可能性あるじゃないですか。だからそこはやっぱりお互いに関係性ができるまではここまでは言っていいかな、まあ、ここは今のところは目をつむっておこうかなって、うん、ちょっと仲良くなってきたらここまでは言ってもいいかな、でちょっと言ってみたら、あ、まだそれが言えるだけの関係性にはなってなかったからちょっとフォローしようかなって言って、そうやってこうお互いのそのラインというか、どこぐらいまで行っていいかな、行っていいかなっていうのを見ながら信頼関係だったり人間関係で作っていくじゃないですか。でもあのそこにエネルギーを使いたくないとか、それがしんどい人たちっていうのはもう最初から全部ルール化しちゃうんですよね。もう要はあのそこにその人をちゃんと見て、一人一人を見て、これまで言っていいかなって言ってその言葉を発した時の相手の反応を見たり、雰囲気を見たりして、これは言い過ぎかな、いけそうかなっていうのってやっぱエネルギーかかるじゃないですか。
人間関係作っていくのって、しかも自分がちょっと言ったことを取り間違えられて、いやそんなつもりないんだけどなって面倒くさい方向に行かれたらやっぱ面倒くさいと思うじゃないですか、うん、だからそれをなるべくしたくないから、いちいちルールを作っていくんですよね、うん、こっからここまでは言っていいとか、こっからここまではあなたのですよとか、うん、こっからここは役割だからそれ以上はもう口挟まないでくださいみたいに線引きをしていきたがるんですよね。でもその線引きをしていく果てに本当の人間関係があるかっていうのは結局、うん、いやあのここからは私のプライベートなんで入らないでください、うんうん、ってなるとみんなもなんか、まあ、まあそうか、そこ線引きされるんだったら関わらないでおこうと思ったら、でもそしたらもう本当の意味でのこう重なり合いって起こらないんですよね。プライベートだろうが仕事だろうが何だろうが、うん、その人と本当に信頼関係を作っていこうと思ったら踏み込まないといけないとか踏み込まないといけないんですよね、うんうん、だってそのプライベートだから入ってこないでっていうところを尊重しまくった結果がニートっていうものが生まれるわけでしょ結局。やったらそこは入っていかないといけないけど、でもそのラインを引いてる人にも何か理由があって引こうとしてるんですよね。例えば過去にそういうことで傷ついたとか、人間関係で辛い思いをしたからこれ以上入ってほしくないなっていうその人の気持ちだったり過去もあると思うから、だから入り込む時はやっぱ土足で入ってはいけないんですよ。だからそれがピンポーンってお邪魔してもいいですかみたいな、そういうところから、うん、だからそれが言い過ぎじゃないかな、表現は大丈夫かな、うん、この人はこれを言ったらどう感じるかなっていうのを考えながら、そこにエネルギーを使ってこう人ってこう人間関係を作っていく、うん、だからこうそれが一回否定されたから、じゃあもう二度とやりませんっていうのはこれ違うんですよ。エネルギー省エネの生き方なんですよ、うん、一回その時は否定されても次は分かんないんですよね。だってその時は例えばあのここでなんかこうなんですかね、こうウォークマンをシャーって聞いてるとするじゃないですか、うん、シャーって聞いてる時に普通にまあそのなんかこう今日はいいけど明日はあかんってこといっぱいあるわけです。例えば隣に具合の悪そうな人がいて、その人がうーってなってる時にもうシャカ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 鳴らす音楽聞いてたら周りからシッって言われるに決まってるじゃないですか、うん、でも次の日は別にそういう人いないんだったら別に聞いても何も怒られないじゃないですか、うん、けど一回なんかそれで怒られたからもう二度とやりませんっていうのは、あまりにもそのクリエイティビティとかこうなんかね、こう創造性のない生き方、うん、もうはいこれはやっていい、これはやったらダメって言われたら、言われたことはやるけど言われてないことはできない人間になっちゃうんですよ。自分で新しいものを生み出していく知恵がひらめかない生き方になっちゃうから、うん、だからこのまあこれ完全にまあ漫画ですけどね、もう人間救おうと思いました、だからダメだったからもう人間全部殺しますみたいな、この両極端な生き方っていうのは最初はね子供の頃ありやと思うんですよ。行ったり来たりしながらやりすぎて怒られて反対側に行きました、やりすぎて反対側に行きすぎてまた壁にぶつかってまた反対に行きました、またその壁でぶつかってまた反対に行きましたっていう、このブレ幅がだんだんちっちゃくなっていって、最終的にほんの少しのブレ、これがまあ要はいい塩梅を見つけたって感じなんですよ自分の中での。それはいい塩梅というのは人間関係でもそうだし仕事でもそうだし、いろんなことにその塩梅っていうのを見出していかないといけないんですけど、まあ大体の人が今は塩梅を見つけるのは時間もかかるし、それまでに何回も失敗したり嫌な目にあったりするから、それを極端に避けて何でもかんでもルールかマニュアルかっていうのをしたがるので、それをやった先にはまあ本当の意味で本当のことが言い合える関係性もないって、ぶつかって仲直りして初めて関係って深まっていくのに、ぶつかることをしないためになんかこう決まり事を作るとかね、うん、この人にはこういうこと言っちゃダメとか、うんうん、なんかこうその部分に触れないでとか、うん、そういうなんかこう尊重をしすぎると良くないルールを作っちゃうみたいなね、うんうん、だからなんかこう例えば上司の人がすごいなんかこう調子悪い時とか、まあ、明らかに上司が間違ってることを言ってるとするじゃないですか、うん、でも本当やったらそこで、まああのね、忠臣っていうのはいわゆるあの忠義のある部下っていうのは、うん、お殿様がご乱心したりとか道を間違った時は必ずそこでいさめるんですよ、うん、できた部下というか本当にその殿様に対して忠義を向けてる部下、うん、本当にその殿様についていこうと思ってる人はやっぱりお殿様はちょっと間違ったらそこはちゃんと言うんですよ、うん、でお殿様はちゃんとそれを聞くんですよ。でもそれがまあ面倒くさいんですよね。自分の上司がなんかちょっと土地狂ってたら言ったらなんかこうまたうわーって言われたら面倒くさいなって思ったら言わんとこって、で怒られたかって怒られたらいいやん、でも俺は関係ないからここにも線引いとこう、だって上司だから部下だからっていう悪い意味での上司の立て方をしちゃう、上司でも調子が悪いんだったらそこはあの言葉を選んでね、表現を選んであの老婆心ながらでも何でもいいんですよね、ちょっとあの出しゃばってるかもしれないですけどとか一言なんか置いてこう思いますけどいかがですかって、自分にはちょっと見えない部分がすごいその苦労だったり背負ってる部分たくさんあると思うので、自分の目からは全てを見て
感じれてるわけじゃないというか、自分では全部分かってお話しさせてもらってるわけじゃないんだけど、うんうんうん、でも今そのいろんなことがある背景の中であなたがされてることって下の私たちから見たらこう見えるので、ちょっと考えていただけませんかとか、いろんな言い方はあると思うんですけど、その言い方を考えることすらもうめんどくさいとかってなっちゃって、まあ上司は上司でやってるから、俺部下だから上司に物言える立場じゃないよねとかってやり始めると、もう誰も成長しない関係になっちゃう。だからほんまにね、この